ね。でもよろしく。よかった、一緒になれて。よろしくね。ほら、小学生の時応援団長やってた可愛い女の子がいたでしょ。あの気の強い姉子かって。そう、その姉子です。もう中学3年生になりました。そして翼くんのこと。おはよう、さねー。おはよう。翼くんはね、相変わらず元気、サッカー少年よ。他のみんなもほら、そういえば。おはよう、石崎くん。おう、マサルくん。眠そうな顔しちゃって。当たり前だよ。毎日サッカーでクタクタになって帰って宿題だろ。あ、そういえばお前最近やけにガリ勉してるらしいな。だって来年は高校受験だよ。医学入るために仕方ないっすよ。そうか、受験があるんだよな。俺どっか入れるとこあっかな。石崎くん、あ、なーこの。おはよう、今日も元気で。姫翼、よくもやったな。ごめんごめんって、何がごめんなのよ。おはよう、翼くん。あ、おはよう、マネージャー。このまで。おはよう、下木くん。下木くん、あ、おはよう、おはよう、おはよう。待て、ごめんな。すごいな。待て、翼。県大会はもちろん、いろんな大会で優勝の連続なの。翼くんを中心とした南葛中の活躍ぶりを見せたかったわ。その中で一番すごかったのは、全国大会で2連覇したこと。そしてもちろん私はサッカー部マネージャーとして大いに活躍したのよ。また今年は一段と新入部員の数が増えたな。そりゃあ、なんでったって全国制覇2連覇は効いてるよ。しかし、このうち何人最後まで残るかだな。本当だぜ。じゃあ新入生は一人一人クラスと名前、それに希望のポジションを言うように。はあ、すごい人数。全国に知れ渡ったもんね、南葛の名前が。これで史上初の全国大会3連覇も間違いないですね。ええって言いたいとこだけど、今年はそう簡単にいくかどうか。じゃあすごいチームが出てんの？それもあるけど。よろしくお願いします。やめろ。分かった。今年レギュラーになったやつらのことが心配なんだ。そうだよね。森崎くんはともかく、小田くん、中里くん、それに岩見くんも実戦の経験がほとんどないもんね。去年のメンバーに比べると何か心配ですね。でもそれは一戦一戦経験を積めば克服できることよ。問題なのは気の緩み、私たちの心構えよ。ねえ、寝ろってよ、石崎。あれ、おい、翼、片桐さんが来てるぜ。片桐さん。誰、あの人。日本サッカー協会の片桐さんよ。小学生の時から翼くんの実力に注目して色々と面倒を見てくれてる人なの。へえ、じゃあ卒業したらブラジル行くっていう翼の面倒を見てるっていうのはあの人のこと？え、そうよ。元気そうだな。はい、明日久しぶりに練習試合をやるんで、今からうずうずしているんです。そうか、それにあのものすごい数の新入生か。ええ、びっくりしました。でもどれだけついてきてくれるか。翼が本気でやれば誰もついてこれないだろう。え、
そんなに厳しくないですよ、俺。ところで、ブラジルのいくつかのプロチームに送ったお前のビデオだが、ぼちぼちその返事が来始めている。え、それで？ああ、思った通り、みんなお前のプレーに関心を示したようだ。中には、本当にこれが14歳の少年かという問い合わせがあったくらいだ。それじゃあ、卒業してすぐにブラジルへ渡れるんですね。ああ、しかし向こうへ行っても、プロテストに合格しなければ契約してもらえないってことを忘れるな。はい。まあ、とにかく今は中学生活最後の全国大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからでもゆっくりできる。何しろ史上初の3連覇がかかってるんだからな。ええ、何としてでも3連覇してみせます。その意気だ。じゃあな、翼。あ、片桐さん、この前お話しした若林君と美咲君の消息のことですけど。そうだったな。若林のことについては協会に西ドイツから連絡が入った。若林君、どうしてるんですか？それが、プロの二軍に当たるチームの正キーパーのポジションを取りつつあるそうだ。へえ、そりゃすごいや。若林君なら向こうでもやると思ってたけど、もうプロの二軍のキーパーだなんて。翼、お前も負けられんぞ。はい。それで、美咲君の方は？じゃあ、1年 D 組松平和人、フォワード希望。よし、次。1年 C 組マネージャー希望の杉本久美です。よし、次。はい。美咲の消息は分かんないのか。うん、美咲君、あれから何の頼りもないし、今頃どうしてるんだろうな。美咲君のことだから、きっとどこかでサッカーボールを蹴ってると思うんだけど。そうよ、美咲君がサッカーやめるわけないわよ。敵同士でもいいからさ、全国大会に出てきてほしいよな。でも美咲は幸せだ。いなくなってもみんなにこんなに心配されんだから。これが俺だったら何を言われるやら。あのチョンボが懐かしいとか。そういえば昔味方のゴールへボールを蹴ったやつがいたとか。顔を思い出したけど笑っちゃうよ、やっぱりな。それにしても若林さんはさすがだな。日本一のゴールキーパーだったんだから、西ドイツへ行っても絶対やるとは思ってたけど。そういえばロベルトどうしてんだろうな。頼りはないけどきっと元気さ。でも来年は絶対にロベルトに会えるんだ、ブラジルへ行って。いいな翼、一人だけブラジルへ行けちゃったさ。ロベルト、俺はあれからロベルトの言う通りセンターフォワードからミッドフィルダーのポジションに移ったよ。このポジションはフォワードと違って攻めだけでなくいろいろなことをしなければならない、難しいポジションだよね。でもやりがいはあるよ。ペレもマラドーナもジーコも世界のスーパースターはみんなこのポジションなんだもん。ロベルト、俺はやるよ。このポジションで俺はきっと世界一になってみせるよ。しまった。何やってんだ伊沢。まったくフリーだったのに。すまない翼、あんなイージーなシュートをミスっちゃって。どんまいどんまい、最高、相手ボールだ。よし。何やってんだ、フリーにさせて。一石くん、逆サイドのマークを頼む。ああ任せとけ。キーパー、ロングシュートに気をつけて。ああ高すぎ、ナイスブロック。よし、つばさに回せ、もう一点追加だ。よし、行くぞ翼。よし。
翼。今日は20点くらい入りそうだな。確かに強いな、南葛は。ああ、しかし翼の攻撃さえ封じ込めれば勝てる。翼を中心とした多彩な攻撃は俺たちが必ず0点に抑える。そして勝利の一点をもぎ取るのは新田、お前の役目だぞ。何点でも任せてくださいよ。先輩たちが抜けた後、南葛 SC を全国大会で優勝させたのはこの俺なんですからね。これが南葛の練習なのよ。はい、翼キャプテンがいるんですもの、みんなついていかなくちゃ。そうね。いよいよ県大会も近づいてきたが、それに伴って予選の組み合わせがこのように発表されたぞ。はい、俺にも見せてくれよ。俺たちシード校だから2回戦からだろう。毎年のことだよ。まあこの出場校だと今年もいただきだな。いや、甘く見ちゃいかん。逆サイドのシード校の大友中学は今年かなりの戦力アップをしたらしい。大友中っていや、浦部は岸田たちがいるところだ。それに中山や西尾も確か大友中だな。そういえば浦部たち、この前の練習試合は偵察に来てたぜ。え、本当か。うん、俺も見たよ。一人知らない奴が混じってたけど。うん、多分新田だろう。監督、新田って、お前たちの後、全国大会で南葛 SC をまた優勝させた立役者らしい。そうか、そいつ大友中に入ったのか。とにかく今年の大友中は打倒南葛に燃えている。気を抜くとやられるぞ。分かったな、みんな。はい。あった、悪い悪い、ちょっと取ってくれ。はい、失礼。ゾーン撃撃。マネージャー、どういたしまして。頑張ってください、翼先輩。かわいいことしてくれるね、この新人マネージャーは。もうこれ見て、せっかく洗ったとこなのに蹴ったのは翼だぜ。俺は拾うね。誰が蹴ったかの問題じゃないの、チーム全体の問題なの。もうすぐ試合だってのに。わかったよ。オーバーなんてない。たかがタオル1枚でさ。わかりました、石崎くんのたかがタオルは今後洗いません。ちょ、それとこれとは話が。終わりました、先輩。あ、ご苦労さん。それと悪いけど、これもう一度洗ってちょうだい。石崎くんがきれいにサインしてくれたから。はい。いいね、一年生は素直で。さあ、サボってないで、早く練習に戻りなさいよ。な、わかったわかった。姉子も頑張んなくちゃね。ぼやぼやしてると翼はブラジルだぜ。それがどうしたの。知ってるわよ、そんなこと。分かってんならいいけどさ。あ、さ、練習だ。一石くんのバカ、焦ってくるじゃない。何してる。次。あ、どうした？浦部たちまた偵察に来たみたいだぜ。本当だ。再会そうか。いいよ、見たいんだったら見せてやればいいさ。そうだな、問題は実力だもんな。目障りだな、あいつら。よっぽど俺たちが気になるんだぜ。さあ、周りを気にしないで練習を続けるぞ。よし、見てろ。俺がどこ行けってんだよ、石崎。ごめんごめん、
俺拾いに行くから。あお悪いな、当たってくれ。おお、上辺たちじゃないか、久しぶりだな。ちょっとボール取ってくれ。石崎、お前いつまで経ってもまっすぐ蹴れないみたいだな。何？こんなざまでよく全国大会で2連覇できたもんだよな。何言ってやがる。お前たちに挨拶しようと思ってわざと横へ蹴ったんだよ。へえ、そうかい。でもそんな気を使ってくれなくてもいいんだぜ。今は敵同士なんだからな。そんな口の利かずないだろ。俺たちは自由に練習を見せてやってんだぞ。石崎のやつ、ちょっかい出さなくてもいいのに。なんか険悪な雰囲気だぞ。石崎と浦部じゃね。単純だからな、二人とも。まあまあ、どちらさんも元はチームメイトだったんでしょ。そう熱くならないで。なんだよお前は。石崎さんでしょ。新田って言います。よろしく。お前は。先輩、いつもタダで練習見せてもらってんだから、たまにはお返しでうちのも見てもらいましょうよ。何？うん、それはいい考えだな。なんだと。取られた。似た。森崎、行くぞ。俺のハヤブサシュート。どうだ、見たか南葛。これが大友中の実力よ。今年の全国大会は俺たちのもんだぜ。翼はそんなに気にするなよ。あいつらだって南葛 SC で優勝した時のレギュラーだったんだし、4人がかりで取られても仕方ないさ。そうだよ、それに不意打ちだったもんな。うん、それにだぜ。あいつらを見て予選とはいえ気持ちを引き締めなきゃって気になったしさ。そうだな、俺たちちょいと県大会を甘く見てたもんな。確かに浦部君たちのスピードは目を見張るものがあった。でもボールを奪われたのはそれだけじゃない。あの新田君の蹴ったボール。それ あのボールをトラップした時足にしびれが走った。あんなことは日向君と激突して以来だ。あの選手は一体。何やってる、もっと動かないか。監督。翼。どうも、ご無沙汰してます。どうした、今日は練習は休みか。ええ、実はちょっと。おい、あれ南葛中の大空翼だよ。え、あの有名だ。こら、何喋ってる、練習は続けないか。そうか、新田のことか。はい。まあ、あいつはこの南葛 SC の救世主だったな。お前たちの時代は素晴らしい選手ばかりだった。翼たちが抜けた後チームは一体どうなるかと思ったが、それを救ってくれたのが奴だったよ。新田ははっきり言って、お前ほどのサッカーセンスを持っているわけじゃない。ボールさばきもお前と比べれば天地の差だ。でもあいつは100メートルを11秒台で走る足と天性の足腰のバネを持っている。あいつが自らハヤブサシュートと名付けたシュートもまさにその気では一品だ。マサ、はっきり言って今年の全国大会出場はそう甘くはないぞ。はい。はあ、せっかくの日曜だってのに。翼くん。ん？ランニングやめろ。翼、余裕だな。今日は日曜日か。言っとくけどな翼、その余裕も県大会の決勝戦までだぜ。決勝戦じゃ必ずお前たちを倒してやるからな。俺たちの実力はこの前見せてやったあんなもんじゃないんだぜ。浦部君。よし、みんな行くぞ。もう勝負は見えたようなもんだけど、決勝戦までは勝ち残ってくださいよ翼先輩。いった。
たちが打倒南葛を掛け声に猛練習しているに違いない。そんな彼らを破って3連覇を勝ち取るには彼ら以上の練習をするんだ。2連勝したからってまた勝てるなんて保証はどこにもないぞ。そしてついに県予選開幕。よし行くぞみんな、 V3 目指してゴー。次回キャプテン翼 V3 への愛。